皆さんこんにちは。今日は2024年11月23日に行われた倉敷ヤブレイズ戦に来ています。熊本でのホームゲームです。試合は13時からですが、早めに来てお昼ご飯食べながらいつも練習を見ています。さて V リーグですが、今シーズンより形式が変わりました。 V1、V2 という括りがなくなり、新たに SV リーグができました。今までの V1 相当になります。 V2 と V3 が V リーグという一つの括りになりました。試合数も昨年より約2倍増えて28試合となりました。その半分がホームゲームなので、地元で応援できる数も増えたのは良いですね。いよいよ始まります。幸先良いスタートです。1セット目は取り合いが続きます。倉敷もよく拾います。ナイススパイク。しかし、差がつき始めます。タイムアウトを取ります。取り合いが続きますが、差を埋めることができず、1セット目を落とします。2セット目。今度はフォレストリーブズ熊本の
リードが続きます。スパイクが決まり始めます。2セット目は取りました。3セット目。サービスエースが出ました。綺麗にブロックが決まりました。しかし倉敷も粘ります。いろいろ動いてきますね。結局、3セット目落とします。4セット目もシーソーゲームが続きます。セットポイントまで来ました。惜しくもアウト。続けて取られてタイムをかけます。さあ、気を取り直して。4セット目は25対22で取ります。最終セット15点を取った方が勝ちです。
入江選手のスパイク。入江選手のスパイクが連続で決まります。よく見てました。8点でコートチェンジ。その後も点を稼ぎます。そしてマッチポイント。かなり接戦でしたが、3対2でフォレストリーブズ熊本の勝利となりました。倉敷アブレイズも頑張りました。